はい、どうも、せつたです。今ですね、DR の片付けしてます。なんか一人だけね、芝刈りしてて、車内芝だらけになっちゃったんで。で、今回 ADR で大阪とか、遠くの方から来てくれた方もいて、で、あとは川崎モーターズのボスさんや、整備士チャンネルのルンちゃんとか、あと JAC の主催の方も、わざわざ来てくれて、本当に盛り上がりました。参加された皆様、本当ありがとうございました。ぜひ次回開催する時も、来てください。てなわけで、今回は ADR ってどういうイベント的な感じで、ちょっと、ADR のその紹介とかをやってみたいと思います。はい、じゃあちょっと当日にね、撮りだめした映像とかを流していきたいと思います。これも家にされるんか。あれ写真じゃない？動画ですね。動画かい！よろしくお願いします。
は、バルドのオーバーフェンダー、最初に言った通りフロントのやつと、ガレージクリア様から、ラックル提供していただきました。アルテッツァの専用ラックルになってますんで、じゃあ僕に勝った人は、立っててください。最初はグー、じゃんけんポン。はい、グーの方、グーの方ってことで、じゃあ次本当に持ってくの？はい、持ってくの？あ、もうこれは、はい、じゃあ4人前で出てきていただいて、はい、最初はグーじゃんけんポン。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとまた後で、追加の説明だけさせてください。はい。ということで、続きまして、オーバーフェンダー。これは、パレードラに参加された方だとか、グリップドリフト、全く何も関係なく、見学者も入れてます。いや、とりあえず参加者にもだけ。はい、参加された方、パレードラを含みます。参加された方、全員に資格が、参加資格がございますので、欲しいという方、ご記入いただいてよろしいでしょうか。いや、トシ君、これは鼻を持た…そうですね、絵的には負けた方が…でも…そう、やっぱね、平等でいきましょう。はい、行きましょう。行きます。最初はグー、じゃんけんポン。おめでとうございました。はい、では、はい、オーバーフェンダーフロントのみになりますけど、すみません、下さんまたお願いしますね。はい、おめでとうございます。あ、もちろんもちろんもちろん、はい、パーソリー、はい、大好き、説明ください。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、無事に走行終わりました。はい、ありがとうございます。ここからありがとうございます。とんでもございません。どうでした、初めてのなんかこういうメディアアーティスト版じゃないですか。ジムカナ来てます。あ、そうですね、前回ね。いや、やっぱりジムカナってラインがもう自由にできるじゃないですか。そうですね。そう、だからそのなりで走れちゃうんですけど、やっぱこの TC1000 っていうコース初めて走らせていただいて、1コーナーなんか特に逆走でバンって振ってちゃんと溜めて、で立ち上がらないといけないし、ラインも結構独特なので、アウトインアウト早めについちゃうとちょっとハコるというか、なかなか回転も合わないし、まあ、そこはギア比の問題もありますけど、でもめちゃくちゃ楽しかった。実感の時間で決められたコースがあって、決められたそのなるべくそのなんていうかライン取りをしてっていうのがありますから、それがまたちょっと実感ですね。アルテッド乗りではないんですけど、今回どうですか、こういうレースコースさんにいらっしゃれて、はい、アルテッド乗りに本当に福井とか北陸でこういうイベントになって、来た時に、まあ、上から見てたんですけど、ほとんどこう全部アルテッツァで、はい、初めての光景で、こっちにこれやべえなお前、こっちにアルテッツァ集まってるの初めて見たんやけど、アルテッツァしかいないな。ジェイシーだと思ってすごいんですけど、今年約250台ぐらい行ったんで、過去入ったから。いやね、今日はちょっといろんな人に声をかけていただいたんで、気が苦手だって言ってたんですけど、ちょっと興味が湧いてきました。かわされモーターの車やーね。あ、特にあれ見てね。あれ多分そんな長い命じゃないと思いますけどね、あれは。おっと、ダメですよ。すぐ外されてますからね。まあ、本当はちょっとルンちゃんも一緒に3人でやろうって話したんですけど、ちょっと事情で帰っちゃったんですけど、まあ、ボスさんは僕に気を使っていただいて最後まで残ってくれたんで、本当はありがとうございます。気がついてるんですよ。もうね、誘っていただいてるんで、もう、やっぱり私ですよ、こんな、ね、縁のゆか
ない年から縁のゆかりもないデブを。いやいやいや本当にありがたい話だって元 首相ですよ首相おお私のことですか、うん、いやそうですね私遅れましたあそうだろうプラス都知事ですよ都知事ということでコンプライアンスレガシーということでプライオリティがゼロにということで節電ポイント頑張りましょう我々と節電もクソもないんだけど節電と節電もないんですけどそうですね SDGs とは何かと今川さんに入れていいんですかもちろんいいんですかはいこれ貸していただきましょうかねはい、はい、あでは、セッツァモバイルと間違えていた本当にずっとモバイルだと思って携帯会社だよね、だよね、お前あのでモバイルだと思ってて、あはーん、これ登録古いから携帯で今で登録したやつやなはーんって思ってたんですよ。モビルやったっていう話聞きます。行きましょうか。盛り返した赤いやつ。もうそこまでやったらダメだ。はい、これは盛り返したダメだよ。いやもう聞いたやん聞いて終わるやつ。はい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 は